シーゲルのおじいちゃんプルのお時間が今夜もやってまいりました。やってまいりましたね、はい、もうあのちょっとは慣れてきたんで、はい、最初 の, そのタイトルコールですね、はい、名犬とシーゲルのってやってみたかったりなんかしちゃったりなんかしたいんですけど、そうですね、はい、それもう一回言ってみましょうか。もう一回言ってみましょうか、はい、3、2、皆さんこんばんは。名犬とシーゲルのおじいチャンプル、できました。できましたね。おじいチャンプルの時間がやってまいりました。やってまいりました。はい、もう年取るとね、ハードルが低くなってね、はい、すんたったこんだけのことが嬉しいというね。うん、まあ、このこんだけが、まあ、1ヶ月かかりましたからね。そう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 。1ヶ月かかりました。最初からやれよっていう話なんですけど。はい、まあ、あの順調に。4回5回と4回、まあ、重ねて2ヶ月目に、まあ、入るわけですけど、まあ、ただね若干気になるのが、うんうん、このところ収録をですね、うん、和室でやっているので足関係のね不具合がしびれたりつったりっていうのが、まあね10分ぐらいはいいんですよ、はいはい、10分を超えるとねだんだんしびれてきてね、別にほらラジオだから、うん、あまあ、音がしないようにこう足崩していいんですけどね、いるんだけどやっぱパフォーマンスに影響がするじゃないですか。なかなかずっとあ俺足しびれてんなって思いながら番組をお届けしなきゃいけないっていうできないのよ。そう、何かの修行みたいになってますから。確かにね、まあ、YouTube でう、うん、ねもう映してるというか、うん、同時にやってるっていうのもあるんですけど、うん、やっぱできないですね。やっぱこ う, そ う, そう集中して集中してるとだってしびれたんだもん一回こう足を解いてっていうのがね、うん、そうなかなかできないですね。やっぱねできない。あと10分ぐらい我慢すれば終わるからと思ってこう言うとねもうしび、うん、れたまんまつるんですよ高度なつり方ですよ。これ正座状態から、うん、だんだんとこうなし崩しにあぐらをかくと、うん、やっぱりその喋る高さが変わるじゃないですか。そうそうそう、それ気になるのよね、うん、それが微妙になんかやっぱり収録の様子が変わってしまうので、そうそうそう、まあ、できたら同じ高さでずっと喋っていきたいなっていうのもあって、はい、中途半端に我慢しちゃうんですね。そうですね。で、あの話の内容が若干薄くなるという、そう時に飛ぶわけですよね。そうそうそう、その話のことよりも足のことの方が気になるからね。出たり入ったりしてしびれがね、はい、うん、まあ今日はね、うん、それでね、あの、まあ、足がしびれる話もいいんですけどね、うん、世の中で、はい、あの一番驚いたっていうかね、うん、これまでの人生で、はい、私がですよ、私がいろいろ驚くことは、まあ、あるわけですよ、70年も生きてれば、うんうん、でもね、 そうですね、最近っていうかね、まあ、最近でもないんですけども、うん、5、6年前の話なんですけど、僕はやっぱりその料理が好きでね、うんうん、まあ大体家で料理作る時はもうほぼかみさんじゃなくて私が作るわけですよ。あ、シェフですね。シェフなんですよ。でね、その時にですね、うん、ある日、うん、ある日電子レンジで温めたいものがあって、うん、その電子レンジを開けたんですよ。開けました。開けました。うん、開けたらですね、うん、なんか入ってるんですよ。うん、なんかね、うん、あれと思ってね、そうするとこうあれってこう見たら瞬間にこうなんか匂ってくるんですよ、うん、うん、と思って、うん、電子レンジですからね、空っぽですから普通ね、はい、あってよく見てみたらね、うん、あの食べ物がねラップにかかったままね、はい、その皿の上に置いてあった、うん、そんな、うん、電子レンジのね、なるほど。それでうわっと思ってこうよく見てみるともう、うん、全部がラップの全部がもうかびてるわけですよ。あ、はい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 、もうだけどね、 それはまあすぐ分かりますよ、あ、うん、と思ってこれいつだったかと思うと1週間ぐらい前、うん、1週間ぐらい前にチンしたわけですよ。それ晩飯でそのまま食べようと思ったのにチンしたままにしてたんですよ。それを、うん、まあ、その瞬間にこう見た瞬間にカビの生え具合で、はい、ああと思って、うん、まあ、でも自分で入れたもんですけどね、やっぱこうなんか出して捨てるっていうかね、それもなんかね嫌なもんですね、あれね、うわーとこう、それはなかなかね、なかなか反省しながらね、うん、なかなかこう自分でやったくせにこう、うん、なんか
ひどい目にあったみたいな感じでね、うん、その皿を処理したことを覚えて、これがね本当にね、こう電子レンジを開けた瞬間、うん、うわっとこうなんかね、ないはずのものにあった時のね、うん、こと、まあ、それがねびっくりしたんですよ。驚き、驚き、恐怖、恐怖、不安、臭い、臭い、匂い、匂い、うん、まあ、それがね僕のついついっていうかこの、うん、何年間で驚いたこと、驚いたこと、一番驚いたことがこれなんですよ。しげちゃんどうですか。いや、こういう感じで言うと、そういう感じだと、うん、でも、うん、その1週間前でしょ、うん、忘れたの、入れたの、入れたのがね、うん、じゃあその向こう1週間っていうか、うん、1週間の間は電子レンジ使わなかったってことですか。使わなかったってことよ。使わなかった。普通そんなこともあんまりないのに、なまあそれはそうですよ ね、 ね、日常的にその使ってる電子レンジをたまたまその1週間、うん、そうそうそう、旅行とかでもない。いやーね、それはまあね、もうその時ね、もう飛んでしまってね、その記憶が、うん、イスタンブールにうわーと思ってね、その電子レンジの恐怖がね、あもう襲って、もうだけど瞬間でもね、ああ1週間ぐらい前のあの時に言えたんだぐらいのことは思い出したけど、なるほど、もうその間のこと何も思い出さなくて。わかります、わかります、うん、まあそのメイケンさんの気持ちはよくわかりますけども、うん、あのメイケンさんのそのエピソードというのは、うん、相撲で言ったら前頭9枚目ぐらいです。あ、9枚目結構じゃないですか、はい、まあ一応お給金もちゃんともらえるんですけど、うんうん、まだ僕から言わせると前頭9枚目、うん、甘い9枚目です。随分と、じゃあどのくらいですか。大学生、大関とかそのくらいの経験がありますか。僕もね、電子レンジネタで言ったら、うん、メイケンさんには負けてないと思います。電子レンジネタがありますか。電子レンジ、あのね、もう僕の場合はもう20数年前なんですけれども、うん、実家の近所にね、うんうん、遠い親戚のおばさんが一人で住んでらしたのね、うん、はい、まあ、なんだけれどももうちょっと体の具合が悪いということで、うん、まあ、お亡くなりになったわけですよ、はいはいはい、入院されてからね、はい、でちょっと違う地方にいらっしゃる息子さんがお葬式やら、はい、後の処理やらに来られた時に、はいはい、うちに来られて、はい、まあ、あの近所の小野さんにもうちの母親が随分とお世話になったことと思いますと、うん、あの、のれん分け、のれん分けじゃねえや、うん、片見分け、片見分け、フランチャイズじゃない、フランチャイズね、フランチャイズね、はい、片見分けを、うん、あの、まあ、形ばかりだけど、あの、したいので、うん、で、うちに来てくださいと言われて、はい、そのおばあちゃんが死んだお家に行ったんですね、うん、だからもうあらかたあの息子さんとか娘さんが持ち出した後で、はいはい、うん、あんまりろくなもんって失礼だけど、うん、まあ、ちょっとしか残ってなかった、はい、まあ、その中に台所に電子レンジがあったので、あ、うちね、この間電子レンジ壊れたので、この電子レンジもらっていっていいですかって言って、うん、あ、どうぞどうぞって言って、そうそう、しげちゃんが言ったわけね。そうそうそう、僕が、そう、なんかいくつか家電製品があった中で、その電子レンジを選んだんです。で、うちにあったのよりちょっと上等だったんで、あ、これラッキーだなと思って、ね、買わなきゃいけないなと思ってたんだけど、うんうん、まあ、そのおばあちゃんの親戚のおばあちゃんの死んだ形見ということで、うん、もらってきたんですよ、うん、で、まあ、車で、まあ、3分ぐらいの距離だったので、その後部座席に積んで、うん、えっちらおっちらこう抱えてさ、うん、据えましたと、うん、電子レンジ台にね、うん、自宅にね、うん、さあコンセントを挿して、うん、何から温めようかなって、やっぱその試運転っていうのをしたくなるじゃないですか、うん、はい、まあちょっと解凍してみようみたいな、うん、冷蔵庫から凍ったものを出して、はい、さあいざ、うん、開けましょうと、うん、カチッって、うん、開けた瞬間に、うん、ブワーって中から、うん、もうガスが噴出したみたいに、うん、爆発的な匂いが、うん、来ましたか。脳天を積んだきましたね。で、もうドアも何もブワーって離してのけぞって逃げたんですよ。もうその漂ってくるとかいうレベルじゃない押し寄せてくるんです。ブワーって匂いがうわーってなって、なんじゃこれって、もっと恐る恐る、もうこう手でね、口を押さえて電子レンジを恐る恐る覗いたら、
なんかその唐草模様みたいな和風の皿の中に、うんうん、もう正体不明の液体があるわけですよ、うん、液体ね、液体、液体が、まあ、時あたかも真夏みたいな感じでしたね。それが逆算すると、うん、おばあちゃんが入院されて亡くなって、うんうん、まあその後の処理をいろいろされて、人なのか蓋なのか、うん、まあ、四十九日みたいな、まあ、四十九日ぐらいのタイミングだったかな。なるほど。結構経ってますね。で、そうなると結構経っちゃってるなという感じがして、もうあのもはやドス黒いというかドドメ色というか、うんうんうん、その液体で熟成されているわけですよ、もう、うん、ね、もうその匂いはね、うん、もう表現できないです、うんうん、で少なくとも1ヶ月半以上経っているというような代物が、うん、あの電子レンジに入っていて、うん、もう部屋の隅々に浸透するわけです、匂いが。まず電子レンジをまた外に出して、電子レンジ自体の内壁にも匂いがこびりついてますから、うん、もうその熟成した物体は皿ごと捨てたんですけど、うんうんうん、外に出して、うん、とアルコールで拭いたりとかして、うん、その匂いが、電子レンジの匂いが抜けるまでに1週間ぐらいかかりましたね、うん、もう途中で使うの諦めようかなと思ったぐらい、うんうん、まあね、無理やろと。前頭9枚目から見るとね、うん、やっぱ大したもんですよ。それはね、大関クラスですよ。大関クラスだでしょ。四十九日のおばあちゃんがですよ、はいはい、でも捕まらなかったらいかんもう、あるわけですから忘れてるわけですよ。そうそうそう、俺と一緒だからそれね、うんうん、その人も1週間ぐらいだったとすると、うん、もう結構2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい経っててもおかしくないっていう。そりゃ開けてさ、その僕はね、うん、あの驚いたのはその入ってることにびっくりするわけよ。ほら、誰もいない部屋を開けたら人がいたっちゅうのも行くせんし、はい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 、わーって、うんうんうん、それ一緒だったんですよ、僕のはね。こう、で だから匂いよりも物体があるっちゅうことにもう驚いたぐらいです、うん、いや、もう僕の場合はほら、もうなんかわーっと来たんですよ。そう、もう発酵してガスが充満してるような感じですよ。あの、伝次郎先生の、うん、あのね、うん、煙爆弾みたいな、うん、ドンっていう感じで。それね、匂いだけでばあちゃんが入ってたんじゃない、そのばあちゃんのそこ忘れてるちゅう怨念がね、早く、早く出して出してくれたっつって出てきたんじゃない、ばあちゃんは。さあ、そのばあちゃんの霊が入ってたのかな。そうそう、ばあちゃんのね、そのばあちゃんに食べられる予定だった、うんうん、これがほら食べ物がね、もう早くばあちゃん出してくれはあったしね、まあ、もうばあちゃんも食べたかったんじゃないかね、それね。そう、人生最後のチンが最後まで全うされずに念としてそこに残ってたっていう、うんうん、そう、しげちゃんがそれだけど開けてね、うん、ばあちゃんも救ったかもしれないし、食べ物もね、うん、あのきっとそら食べ物にもいますから、神様ね。あ、なるほど。でももう匂いだけで勘弁してください。それはアルコールで綺麗にするのに、それでも1週間1週間匂いが抜けなかったですね。それはまたでもすごい話ですね。そう、だからそれはもともと自分家にあった家電製品ならそんなことはないですけど、うんうんうん、人ん家のもんですからね、もともとまあ、ラッキーと思って持ってきたのにね。そう、ラッキーと思って持ってきたら一生残るトラウマ級の匂いを嗅ぐことになったという。2ヶ月ぐらい経った料理の匂いって嗅いだことありますか。いやさ、そもそも置けないでしょ、家の中にね、そういうもの。 すごいですよ。もう元が何だったかわからないんですよ、だから。いやね、僕もね、だからその電子レンジの1週間事件でね、うん、あの確かにそうですよ、分からなくなるわけですよ、うんうん、もうそれはもう何だったかね。だから、うん、まあね、およそ2ヶ月ですから、うん、それは大変ですわ。大変でした。うん、本当ね、恐怖の雄たけびを上げました。うわーって言って、うん、もう匂いで分かるのね、中に何か入ってるっていうのは、うんうん、皆まで見なくてもそうだ、うわー、そうだ、何ちゅうものをくれたんだっていうか、よく考えたら自分が選んだんだったと思って、うん、まあ自分が選んだんだけどさ、うん、まあでも2ヶ月ね、そで結局外に出して1週間経って、うん、それでまあアルコールで拭いたりいろいろして、そうそうそう、あの匂いもなくなって、なくなって、その電子レンジ様は今どこにいらっしゃるんですか。
部屋の中に入ってこれちゃんとポジションがあったんですか？シーレスのとこで。いますよ。まだうちの実家っていうか、まあ母親も亡くなってしまったので、うちの実家のレンジ台の上にまだちゃんとあるかな。ああいいですね。はい、そればあちゃんもまた喜んでますよ。それねえ、喜んでくれてるかなとは思うんですけれども、まあ、喜ぶ案件なのかどうかわからないですけどね。いや、それはあっちに行ってから、いやー、ね、思ってますよ絶対。あれ私あの電子レンジの中に入れたままにしてると、うん、誰か取ってくれと思ってたらね、おーシーロちゃんが持っていくかって言ってね、これはいいやって言って、よかったよかったって喜んでくれ、喜んでますよ絶対。それは喜びますよ。まあこっちとしてはまあすごくね貴重な目に遭いましたけどね。うん、いや大変な経験ですよそれ。ね、これ、うん、延々とゴールデンタイムにこの話で大丈夫なんでしょうかね。うん、いや大丈夫じゃないと思いますよこれ。大丈夫じゃあかんじゃないですかね。まあね、2人ともそう電子レンジであったんですよね。驚いた話が電子レンジということなんですから。そう、うん、もう人生の三大驚愕の一つですね。あ、そうですか。うん、じゃあせっかくそういう驚きがあったんですから、はい、今日 の、 あの最後の音楽は、はい、しげるちゃん の、 その家から生まれた、はい、しげるちゃんの曲から一曲最後に聴いてお別れしたいと思いますが。あ、僕の家から生まれたですか。いや、しげるちゃんの家から生まれたね。電子レンジのある家から生まれた曲で。あ、はい、はい、分かりました、はい、それではお送りしましょう、はい、シーゲル小野で町テラスの歌どうぞ。